はい、こんにちは、飯田です。今回、フォークリフトなんですけれども、相当ボロボロのですね、うちに、ヤフオクで買ってですね、しばらく使ってたんですけど、奥に見えますように、新しいフォークリフトが来ましたんで、新しいって言ってもだいぶ古いんですけど、黄色い方ですね、が奥に来ましたんで、こっちの方は、手放したいと思います。邪魔なんで早く持ってってくれる人を募集します。ヤフオクに今週末ですかね、今週末の金曜日かな。金曜か土曜に出品しますんで、ヤフオクの方ですね。ちょっとここ、すごい歪んでるんですけど、ここがちょっと引っ張っちゃったら折れて、ちょっと溶接しようとしたけどちょっとダメだったっていうんで、溶接技術のある人、なかなか修理で、できる人いたらですね、まだ使ってあげてほしいなと思いましたんで、一応動画にします。ヤフオクに出すんですけど、ヤフオクに貼る動画のリンクとしてもこれ、貼っときます。今週末の、金曜日19か20に出品しますんでね、秋分の日かないう感じです。一応日産の、2トン上がる、やつですね。最大横は3メートルで、最大荷重は2000キロ、2トンですね。型式が NF02 の、車種記号が NF02M20。で、自重がこれ 3.295、3295kg、約 3.3 トンありますね。日産自動車ってなってます。で、ちょっとうち来てからは何のあれもやってないですけど、自主点検的な形で、オイル交換とかは自分でやってましたし、あと冷却水の交換と、最短ですとウォーターポンプを、変えました。で、ファンベルトも変えました。その時にもファンをきれいにね、掃除したり、この辺を掃除したりしましたんで、バッテリーも交換してそんなに経ってないです。1年は経ってないですね。で、オイル交換の時にエレメントも最後変えてます。ファンベルトとかはもう流用部品で、ホームセンターで売ってたファンベルト買って、長さは調整できるんでね、オルタネータの位置で。で、交換してます。で、現状不具合としては、排気漏れがどっかで漏れてますんで、それ、排気漏れのテープかなんか巻いて修理してもらう必要があるかと思います。で、エアクリーナーもなんかここテープ巻いてて、ちょっとこれ僕がやったわけじゃなくて前からこんな感じなんですけど、エアクリーナーとかも掃除してあげる必要はあると思います。で、そうですね。ちょっと今エンジンかけてやってみようと思いますけれども、ちょっと危ないな、これな。あと不具合ですね。このブレーキなんですけど、これ、引くブレーキなんですけど、これがちょっと固着してるというか、ワイヤーを変える必要があります。これチョークなんですけど、チョークは問題ないですね。で、一応ライトもつきます。はい。で、ガソリンですね。で、レギュラーガソリン、燃料は使います。はい。じゃあちょっとエンジンかけてみます。チョークワイヤーを引っ張って、アクセサリーまで回すとランプつきます。で、回すと一応一発でかかります。で、チョークを戻します。こんな感じですね。で、一応レバーが1足2足1足ニュートラル2足ありまして、これは前進と更新ですね。更新でピッピッピッって鳴るのがうるさいんで、ここ抜いてますけど、ここをつなげるとこんな感じでピッピー言います。ちょっと今うるさいんで抜いてますね。そんな感じ。ちょっとうるさいですね。はい。で、これ1本レバーで珍しくて、こういう感じで日産特有のやつですね。十字のように斜めで、これでレバー引くと上がるんですけど、ね、でこれで下がる。で、こっちに倒すとチルトですね。でこっちに倒すとチルトダウンっていうんですかね、そんなような感じでこの十字で操作するっていう慣れると、まあ、非常に楽ちんな操作になります。こんな感じで一応高さ 3m まで上がります。そんなようなフォークリフトなんですけど、一応もうオンボロなんでね、もう捨ててもいいかってぐらい思ったんですけど、一応、まあ、最近整備ちょっとそのウォーターポンプ変えたりとかね、自分で3万円ぐらいで買って修理したとかっていうのもあるんで、もし乗ってくれる人が使ってくれる人がいればっていう感じですかね。一応まあ鉄の値段がね今30円ぐらいで高騰してるんで、まあ、これ言うて鉄の塊ですよね。 3.3 トンありますから、30円だとしても3300キロあると、まあ、約10万円になると思うんですよね。3300×30 円、まあ、約10万円ぐらいになるんで、まあ、10万円でスタートしようか、うん、もっと安くスタートしようかちょっとわかんないですけど、まあ、売れてほしいんで、安くても。で、搬出、なんだろう、引き取りに来てもらいたいんで、ちょっと陸送とかは言ってもらう分にはいいんですけど、うちの方で手配はしませんので、手配はご自身でやっていただくか、ご自身で取りに来ていただくか。一応 3.3 トン乗せれる積車、で来ていただければと思います。で、まあこれ、そうですね。うん。こんなような感じですかね。で、上はちょっとこんな感じで波板つけたりしちゃってます。で、タイヤが、まあフロントはエアタイヤになるんですけど、まあ目なんかはもう全然ないので、まあ交換しなくてもいいかもしれないですけど、リアは交換した方がいいと思います。これはノーパンクタイヤですね。もうかなりちびってて、ちっちゃい外径がちっちゃくなってしまってるっていう感じになります。こんな感じです。で、サイドブレーキなんですけど、さっきも固着してって言いましたけど、まあ、固着気味、ここにちょっとワイヤーが出てきちゃってるんですよね。わかりますかね。だからここを押さえながらだったら引いて、まあ引くときはいいのか、引いて戻すときにあそこが出てきちゃうので、こんな感じでこれをちょっと手を添えてあげればブレーキ解除することはできます。なんで一応ちょっと面倒くさいですけどブレーキ解除と引くことはできるんで、陸掃除に一応サイドブレーキ引いておくことはできます。まあ、帰ったらまあちゃんとこのワイヤーは交換してもらった方がいいと思います。で、次ちょっと排気漏れですね。一応エンジンもう一回かけてみますね。引くとあとシートがボロボロっていう感じになりますんで、一応ブレーキランプだとかバックランプもつきますし、ヘッドライトもつきます。ちょっとウィンカーは多分つかない気がしますね。つくかなあ、ちょっとつかないみたいですね。ちょっと濡れてなんかなっちゃったのかもしれないですね。あれリアに関しては、あ、ないんだ。こっちフロントリア兼用のウインカーですね。まあそんな感じです。